はい、この間も2代目のセレクト内を、うん、すごくご好評いただいて、また買えなかったというお声もいただいておりますので、うん、今回第2弾としてまた今シーズン。はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、はい、昨日はたくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございます。ブルーカンテ。本当におすすめだったので、うん、すぐ完売になってしまって、なんか育ててもらいたかったのすっごい嬉しいです。自分でもね、本当に大好きな種類で、うん、なかなか自分では手に入らなかった。あんまり見ないよね。見ない。本当に昔からあったんだけど、なかなか手に入らなくて、うん、やっとここに来てこんだけ手に入ったから、うん、結構レアな苗なので、うん、よかったなと思って、皆さん育てて、育てる楽しみをぜひ味わってみてください。はい、ね、で、今日は、うん、ゼロのつく日なので、うん、はい、今日も商品を掲載させていただきたいと思っております。はい、はい、でまず最初に、うん、ちょっと紹介したいもの2つあるので、1つ目紹介します。はい、すぐここだから、うん、はい、中サイズのエケベリアで、うん、B で弾いてしまったものがあって、はいはい、で B で弾いてしまったものって、うん、こんな感じで頭が2つになってしまってたり、うん、あとこう、ね、花芽とか小株がこうやって出てきちゃってて、うん、形が若干いびつになってるものもあるんだよね。うん、でそういうもほら分かるかな、こんな感じ、うん、細長になっちゃって、うん、枯れてるわけじゃなくて小株が出ることによって圧迫されて、うん、形がいびつになっちゃわないとかあるので、はい、そういうものが入ります。ただ表面から見てそんなに自分では違和感ないかなと思うんだけど、うん、そうだね、うん、2頭になってたりね。であとは本当にね、もう花芽、こう花芽で押されちゃって葉っぱが潰されちゃってる感じっていうのがあることをご了承ください。うん、なので今回商品説明っていうか商品のタイトルのところに、うん、いつもの箱いっぱいぎゅうぎゅうセットになるので、コンパクトな箱に大体25個から30個ぐらい中サイズのエケベリアが入ります。はい、で大きいのから小さいのまで入りますので、こんな感じの小ぶりのものから、うん、ほらこうやって分かる石灰状になっちゃったものとか、うん、ちょっとそんな感じのものが入りますが、寄せ植えに使ってもらうには全然問題ありません。はい、何か病気になってるとかそういう苗ではないので、本当にね、惜しいんだよね。葉っぱが1枚ここ本当に花芽が出ちゃったことで枯れて取れてしまったりとか、うん、そういう苗になりますので、ね、ちょっとだけなんか惜しい。わかる？わかるでしょ？これとかも、全然これとかいいんだけど、うん、ちょっと惜しいんだよね。ね、これとかもそう。ほら、こっから小株が出ちゃってるから、こんなに。うん、だからここの葉っぱがみんな押されて枯れてってしまうんだよね。うん、でそういう、ほら、ぐるっとね、うん、そんな株になりますので、うん、全然寄せ植えに使ってもらって問題がないので、うん、そのこんな感じの苗なんですが、25からだいたい30苗、うん、1つのボックスに入ります。 B ボックス？ B じゃないの。 B じゃないんだ。そう、箱いっぱいぎゅうぎゅうセットみたいな感じで前も販売させていただきました。概要欄にリンクは貼っておきますので、うん、商品説明のところにだいたいこんな感じっていうイメージで写真も貼り付けてありますので、はい、だいたいこんな感じの苗が25個から30個入ると思ってください。はい、そんな感じで販売をさせていただきます。はい、枯れ葉はね、取ってきれいにして送らせていただきますので、はい、そこだけは大丈夫ですのでご安心ください。はい、じゃあそんな感じでまず1つ目はこれです。はい、21時に公開です。はい、はい、そして2つ目、なんか面白いことやってる。あ、危ない、やめた。ここに体をつけて扇風機で進んでた。はい、じゃあ2つ目。はい、ここから2つ目です。はい、この間も2代目のセレクト苗を、うん、すごくご好評いただいて、また買えなかったというお声もいただいておりますので、うん、今回第2弾としてまた今シーズン第2弾目販売させていただきます。はい、はい、じゃあなんか考え込んでて、じゃあ2代目に紹介してもらいましょう。はい、はい、まず1品種目は、はい、ちょっと座って紹介して、はい、準備当てさせたから。あ、はい、1つ目、ね、じゃあまずこれから今回4枚のセット、うん、これがレッドアガボイですか、ね、ドメロだったかな。そう、この赤さが、うん、すごい綺麗で、めっちゃ綺麗です、これ、うん、超綺麗、ね、レッドアガボイですかけどドメロ、大きさ的にはだいたいこんな感じ。今定規を当ててだいたい8センチくらい、7、8センチぐらいの大きさになります。うん、あ、これすごい。あ、爪
だってレッドアガボイデスかけるロメオって言うんだから、うん、レッドアガボイデスがどんなアガボイデスなのか、赤いのかな、やっぱり、うん、そうじゃない、かけるロメオだからもう赤くなるの確定だよね、うん、レッドエゴニーとかそういうのとはまた違うんだ、違うよね、アガボイデスだもんね、うんうん、爪がすっごいかっこいい、うん、ねこんな感じね、うん、これがレッドアガボイデスかけるロメオです、はいはい、はい、では2つ目、2つ目がじゃあこれでいいかな、これがコロラータ、コロラータめっちゃ可愛 い、ね、可愛いね、色中ね、うん、すごい可愛いよね、うん、コロラータはね、もう何個持ってても可愛い、自分でも何個も持ってるけど、うん、全部こういろんな個体差があってすっごい可愛いです。今なんかちょっと青白く感じるけど、これ水が抜けてこの色だから、あの水吸うともう少しね青々してくると思います。赤みももっと紅葉で深くなるよね、深い赤になるよね、綺麗に、うん、ね、ちょっと今くすんだような赤ですが、ここから水を吸わせて紅葉させてあげてください、秋にね、はい、大きさ的にはだいたい5センチぐらいの大きさです。はい、コロラートね、めっちゃ可愛いこれ、はい、次がこれ、なんだ、ピンクシャンパン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 、シャンパン系はさ、このさウォーターマークがめっちゃ綺麗なんだよ、うん、ね、最近ウォーターマークに半透明もかなり推しだから、今年絶対流行ってくれるだろうと思ってる、その2つが、うん、で今年は結構アガボも推していきたいんで、うん、あのアガボってやっぱかっこいいじゃん、こう硬いハケ、アガボ系で後輩でもいいんだけど、このね柔らかい系にはないやっぱり美しさってあるんだよね、うん、だからぜひトロピカルガーデンでアガボイデスを流行していきたいなと思ったんで、うん、ね、ピンクシャンパンです。はい、でイチオシかな、これがかなり推しだね、はい、ホワイトムース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 、すごい綺麗、真ん中がすごい透き通った感じ、うん、昨日も動画で言ったけど今年これ系絶対流行ると思ってる、うん、もう苗が出てくる苗がこれ系がすっごい多いです、うん、これがなんか良くてみんなこれ系の後輩を作ろうとしたんだろうね、そうだと思う、すんごい綺麗になる、これもまだ紅葉がまだ始まってきてないから中心の色がまだこうしっかりね半透明になってないけど、昨日紹介したみたいな感じで中がしっかり半透明になってきます、うん、ね、ホワイトムースっていうぐらいだから白くね色白な子で中が半透明になるイメージをしてあげてください。昨日結構あの中がこの半透明系いっぱい販売させていただいたんですが、うん、結構いろんな種類があるから選びづらいかなとは思ったので今回、うん、一押しでこれをセットに入れさせていただきます、はい、絶対これ綺麗になるから育ててみてください、はい、でちなみに爪もちゃんとあるんだよね、うん、だ紅葉がすごい楽しみだよねこれ、うん、裏側の葉の色こんな感じ、うん、赤く爪とエッジっていうかこのラインが出てきて、うん、葉の縁のね感じの色が出てきて中心が半透明ピンクじゃないかなっていうイメージ的にね、そんな感じだと思います。若干紫っぽくもなりそうなイメージだよね。そうだね、俺もそう思ったね、うん、青紫っぽいような綺麗な、うん、とにかくこれからマジックがこれは起こるので楽しみにしていてください。はい、はいはい、2代目の一押し、一番の推しはどれ今回。一番のやっぱこれでしょ。それだよね、それ絶対可愛いよね。俺はこれ大好き。そうだよ、絶対これ。そうでもさ、アガボ系もさ意外とみんな同じように見えちゃって、うん、あんまりなんか女性には好まれなかったりするんだけど、うん、アガボ系は育てれば育てるほど本当にかっこよさが出てくるから、うん、ぜひね大きく育ててもらいたいよね、うん、でエボニーでもさ、エボニー、アガボイです、エボニーなんちゃらみたいな名前とかいろいろあるけど、育てるって大きくならないとその差ってわからないんだよね。あとさ、季節によって急にみんな違いが出たりとか、そう育って年間通してみていろんな顔が出てくるんだよね。そうだから本当にね、もうこういうアガボ系はしっかり大きく育ててあげてください、うん、ね、エボニーは本当に個体差がすごいよね、ボニー系はね、うん、アガボ系はね、ね、ぜひ楽しみに育ててあげてください、はい、で今回も、うん、これ2代目セレクト内なので札の種類が違います、はい、この可愛いタイプの札タイプになりますので、はい、あのそちらでつけてお送りさせていただきます、はい、あれでしょう、今回なんか合言葉でもちろん2代目セレクトもう一枚つくでしょう。そうだね、なんかが一枚ついて、そこはじゃあなんか何か一つはサービス内で一つはランダム、じゃあランダムで一枚ついて、はい、ランダムで一枚つく、うん、じゃあビンゴカードつける、はい、前つけたよね。そうだよ、つけた。じゃあ今回ももちろんつけましょう、はい、じゃあそしてじゃあ合言葉は、言葉ことも困ってる困ってる合言葉は何がいいんだろう。
コッペ。コッペ。うん、はい。コッペで。合言葉コッペだそうです。はい。はい、じゃあ合言葉をつけていただいて、合計5枚とプラスビンゴカードがつきますので、うん、はい、よろしくお願いします。よろしく。計5枚ってことだね。めっちゃ推しだからこれ。うん、大好き。シャンパン系も自分で大好きだから、ウォーターマークすごい楽しみにしてあげてください。好きだよね、ママね。大好き。何個も持ってる。いろんなシャンパンを、ね、うん。パープルだったり、ピンクだったり、普通のシャンパンだったり、うん、本当にドイツだったり、いろいろあるから、うん。で、ちなみにコロラータも好きすぎて、本当にいっぱい持ってます。うん、でも、みんな顔が違う。でもさ、ピンクシャンパンってさ、うん、あの今でこそさ、結構いろんなシャンパン出てるからあれだけど、ピンクシャンパン俺初めて結構感動したんだけど、すごい綺麗、ね、綺麗だなと思って、レッドシャンパンとかね、うん、あ、見て見て見て、覗いてみてなさった、見たれ、あ、お兄ちゃんお兄ちゃん逃げた、おすすめ、今回セレクトセット、僕の推しは、あ、それ取ると思ったそれ取ると思った、かっこいいよね、それね、すごいかっこいいよね、今年これを流行らせたいなと思って、こんな感じの、ね、そんな感じで、うん、よろしくお願いします、足がしびれてきちゃった、はい、はい、じゃあ今日はメルカリ店の更新になりますので、はい、あのまたメルカリ店も紹介していきます、メルカリ店も21時に更新になります、はい、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ端から順にお願いします、こっちからね、うん、これがまずスプリングレイン、うん、かわいい、なんかもっとムチムチそうなイメージだね、うん、なんかね、そうだね、葉の色からしてね、ちょっと水が抜けてるから、うん、そうだね、薄葉だけどもっとムチムチふっくらします、ね、もっと水吸わせて、今発送前だから水結構来ちゃってるもんね、そうそうそう、ね、なので水たっぷり与えてあげてください、はい、スプリングレイン、はい、で、あ、これも 2.5 ね、これ2.5 ポット、はいはい、で次がピンククリスタル、うん、めっちゃ可愛い、なんか色がすごいついてきた、うん、ついてきた、ね、一気にね、うん、ピンククリスタル、これも 2.5 号、これも 2.5 です、しかも2頭もついてる、めっちゃお得、そうそうそうじゃあ次は、はい、これがオデット、あー懐かしい、超可愛いんだけど、これもっと紫になってなるよ、ね、うん、綺麗になるから、こんなに肉が厚かったんだね、ね、すっごい綺麗になってるじゃん、そう、オデットです、ね、オデット、これは2号、これ2号です、はい、オデット、で次が、これがね、フェニックスファイヤー、フェニックスファイヤー、なんか葉っぱの形が面白いね、これね、ちょっと反ってるような感じで、うん、ずんぐり、うん、ね、ずんぐりしてて、ちょっと子供も吹きやすい、うん、面白い葉っぱの形、テスラみたいな、うん、とまた違うんか、これかわいいよね、ね、なんか透き通ってる感もあってすごい綺麗だね、うん、爪もあるしね、はい、なんだっけな、フェニックスファイヤー、フェニックスファイヤーね、はいはい、これは2号です、はい、で次がこれトスカネリ、かっこいいわ、この爪の長さ、見て、爪がすごい綺麗、すごい長い、綺麗だね、うん、美人だね、これもね、はい、トスカネリはさ、ちょっとだけウォーターマークこうやって出てくるよね、そうだね、ね、うん、爪がこれやばいね、これあれじゃない、アガベみたいに刺してあげるスポンジそれぐらい綺麗だよね、はい、これ2号です、2号、はい、はい、トスカネリです、これがかわいい、はい、超かわいい、ペリドット、あ、かわいいよね、こんなにエッジがつくんだ、ペリドットって、うん、赤くんね、めっちゃ可愛くなってるじゃん、超可愛い、ペリドット、ペリドットはセデビリアなんかね、そうだね、そんな感じだよね、うん、すごい可愛い、こんなにエッジがつくって知らなかった、赤くもほら紅葉で、うん、すごい可愛い、これさ、すっごい群生するんだよね、そう、もう足元からね、子供がどんどん出てくるので、伸びちゃった場合は切って刺してしてあげればどんどん増えます、うん、はい、ペリドット、これも2号です、はい、2号、で次がこれです、可愛い、これがハニー、あ、めっちゃ可愛いじゃん、これも、これもなんかパキベリアとかそんな感じだよね、そうだね、ね、あの先の感じのこのちょんちょんを見るとね、はい、増えやすいタイプなのかな、これもね、はい、ね、はい、ハニーです、はい、で次がこれがね、スリラーパール、スリラーパール、昨日販売させてもらったやつの特大ないじゃん、これ、そうだね、ね、スリラーパール、ほらバンプが裏からこう出るっていうのはこういうこと、うん、こんな感じで大きくなっていくとバンプが出てきます、すごい育てがいのある株だよね、うん、これは2号、特大株、これ 2.5、 あ、 2.5 号か、うん、これ2.5 です、2.5 号、はい、はい、でこれがオクロ、オクロ、かわいい、オクロも増えるよね、よくね、うん、紅葉した時がすごい可愛いから、うん、オクロの紅葉なんか思い出せない、どんな感じだったんだっけ、可愛いよね、でもね、オクロ前ママはなんか騒いでたよね、そう、オクロ、どういうんだったっけ、クルンってなるよね、もっと閉じるよね、うん、そう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 、そうだよね、黒ブローサみたいな感じになってくるんだよね、ピンクローサとかも似てたよね、うん、毛が生えてるわけじゃないよね、毛は生えてない、ね、生えてないと思う、うん、オクロ、超小型種、可愛いです、はい、ね、これは2号です、はい、
次が、はい、ピンクシフォン。ピンクシフォン、名前からもう超可愛いね。色もついてきてるしね、うん、3頭ついてる、はい、ね、ピンクシフォンです。はい、これも2号です。はい、で次が可愛い、それね、プミラ×ベンバディスかな。ベンバディス、めっちゃ可愛い。ベンバだよね、きっとね。そう、確かこれプミラ×ベンバディスかな。うん、すごい可愛い、はい、ちょうどいいとこが出てるね。うん、ね、ベンバディスのこのさ、葉の詰まった感とさ、うん、丈の短い感じとね、これは可愛い。実は持ってるからこれ。なんて可愛いやつだから。はい、はい。これも2号です。はい、次が、すごい、これがまたグレイスノーかな。また前回はも出したけど。可愛い。幅がこれ広いね。はい、このタイプ ね、すごい可愛いグレイスノー。はい、ね。前回もすぐ売れちゃったもんね。そうだね。グレースノーです。はい。あ、もうついてる？ついてるよ。はい。はい、で、これが瀬戸さんのルンデリーで、これ自分で増やしたやつなんで、コッペの。お、コッペマークの。そう、2代目札で一緒につけて送ります。そうだ、これね。ゆうたりすごい育ててたもんね、これね。もう増えすぎちゃって。そうだよね、増えすぎたもんね。すごいから。瀬戸さんとなんかもう一つ増やしてなかった？あとね、なんだっけな。いっぱい増やしてるのってよね。あれか、あれだ、ハルビンゲリ。あ、そうだそうだ。そう、結構もう増えてきたんで。好きすぎていっぱい増やす、はい、同じ品種ね、すっごいモリモリだよねこれね。うん、2号ポットだけどすごいモリモリで、でも夏越しも全然大丈夫だったよね。そうだね、全然もう丈夫で ね、はい、はい、瀬戸さんルンデリーです。はい、はい、レア札。これもう一個も瀬戸さんのルンデリー。こっちもレア札、はい、こっちも一緒です。レア札です。はい、コッペ札。はい、はい、次がこれがね、かわいい蝶、これフローラ。あー、この間は B だったけどこっちは A タイプの方だ。そうだよね、そうだよね、めっちゃかわいい。すごいかわいいんだけど、はい、ね、もうほんと綺麗になってきてるよね、どんどんね。綺麗、はい、フローラ2号です。はい、で次がこれがフローラの、これが B。 あ、こっちが B だ、うん、A と B の違いこんな感じ。ほらね、爪の感じと歯幅と色の感じも違うんだよね。うんうん、ね、好みがあると思うけども、どっちも可愛いよね。そうだ、どっちも持ってた方がいいと思います。うん、A と B、こっちが普通タイプ、はい、こっちが B タイプです。はい。はい、次がこれがね、プラダ。プラダ。はい。めっちゃ可愛くなってるじゃん。プラダです。なんかすごいね、紅葉の進みが早いね。早い。ね、もう冷えてるんだろう。ね、プラダです。色白でね、こう赤くなって、もう少しエッジつくよね。そうだね。ね、ウォーターマークも綺麗なタイプです。うん、プラダ。はい。はい、で、これが下山コロラータ。下山コロラータ、すごい可愛い。ちょっとさ、これと比べるとまた色味が全然違うんだね。うん、これはフローラ B、 これ下山コロラータ。めっちゃ可愛い、ムチムチで爪がしっかりしてて、 ね、 ね、爪系が好きな方。はい、はい、ね、これがファイヤーピラーかな。さっきから紹介するたびに可愛くて欲しくなるんだけど。ファイヤーピラーです。めっちゃ可愛い。これもね、可愛いよね。昨日紹介したさ、イーストレラ、ファイヤーピラー、あとピンククリスタル、この3つは育てやすくて、もう絶対育てると本当に可愛いから、一年中可愛いよね。うん、モンストーンとかね、うん、ね、まあ、楽しみが増える株だと思います、ファイヤーピラー。はい、はい、で、それが気になる。これすごい気になる。これね、バロンボールドハイブリッド。あ、めっちゃ可愛いね、これね。もうバンプもしっかり出てて、可愛いです。コブがすごい綺麗に出てるね。うん、刃先のなんかこの感じもまたさ、あの、ハートチョイスとかとはちょっと違うよね。そうだ、バンプの出方もね、うん。バロンボールドハイブリッドだそうです。はい。はい、次は、これが、ね、オンファロス。あー、懐かしい。すごい綺麗。これもっと赤くなるよね、オンファロスってね。そうだね、すごい綺麗になるよね。うん、オンファロスです。爪もちょっとあってかっこいいです。はい、はい、で、これがマルチビューティー。うん、めっちゃ可愛い。それ欲しいんだけど。可愛いよね。すごい可愛い。こんなになんか垢抜けてた、マルチビューティーって。いや、ちょっと地味絵だったけど、ね、変化してきて。めっちゃ可愛い、うん、葉っぱが面白いね、すごいね。そうだね、モンストみたいなさ、ちょっといびつな感じで、ちょっとそういう系が好きな方もおすすめです。はい、はい、欲しい。超欲しい。はい、じゃあ次、これフレーベル×サラヒメボタン。あー、めっちゃ可愛い感じだね、うん、ちょうどいい感じだね。いい、はい、稲田姫だよね、フレーベルってね。あれ違ったっけ。稲田姫はフレーベル。あ、そっか、
フレーベル、また違うやつか。また違うんじゃない。サラミメンボタン、いいとこの感じだね、きっとね、中間のね、うん、ムチムチに爪があるね、はい、これも2号です、はい、で、これがアギソラ。アギソラ、これもっと赤くなってたよ、ね、もっと真っ赤に、ね、真っ赤に紅葉するタイプです。はい、はい、これがブラックベア。ブラックベア、懐かしい。もっとこれも真っ黒になるよね。そうそうそう、すごい黒くなって綺麗になります。ブラックベア、はい、めっちゃかわいい。これアレトゥーサ。あー、めっちゃかわいい。また前回も出して、前回の、はい、前回もすぐ売れちゃったんで。そうだよね、ムチムチで可愛いよね、これ。爪先もちょんちょんしててさ、すごい可愛いです。アレトゥーサ、はい、アレトゥーサです。はい、それも可愛い。これがマルセル、うん、すごい色ついてきた ね、本当にね。可愛いよね、これすごい綺麗になってきてる、マルセル、はい、もっとね、エッジが赤く綺麗に出てきてくれます。はい、はい、これが 2.5、 うん、2.5、 はい、うん、すごい。これがレッドシャーロット。でかい。はい、あのシャンパン系みたいな感じでウォーターマークが出て、色がくっきりこう出るタイプだから、シャーロットシャンパンは可愛いよね、うん、もう育ててても絶対可愛くなるやつだからおすすめです。はい、これ 2.5 号だけど、明らかに鉢ちっちゃいよね。そうだね、見てもちっちゃい。上描いてあげてください。鉢増、うん、はい、しだね。鉢増しで最後がこれですね、スリラーパールの特大の。かなり特大だね、それね。さっきのと比べれば分かるでしょ、うん。で、販売してるのはもうこのちびこやつだからね。うん、大と特大だね。うん、そうだ、はい、すごいね。ほら、わかる、この爪。後ろから見た感じ、これ、うん、なんかさ、エイリアンみたいで、ね、これが可愛いんだよ。うん、で、なんかこう手がまた出てきてるみたいな。そう。でね、葉差し出るんだけど、すっごい成長が遅い気がする。スリラーパールって。うん、だからここまで大きくするのがすごい結構時間かかるよね。そうだね、うん、スリラーパールね、うん、特大株です。じゃあ手と比べようか、このでっかい手と。これも特大だから携帯と比べる。この携帯も特大携帯なんだよね、うん、ペットボトルちょっと比べたものが、こっちの2号と、あ、そうだ、ね、ちょっと比べれば、あ、でかいわ、うん、2号じゃねえよ、これ2号だよね。2号全然違う、ね、うん、違うね。こんだけ大きいです、はい、特大株です。はい、はい、じゃあそんな感じで、うん、今日はメルカリ店も21時に更新になりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。前回の苗とかもまだね、可愛いのいっぱいいる。どうしてこれすっごい可愛いのにみんな好きじゃないのかな。もう買っていい、自分で。好みが分かれるよね。そっか、これめっちゃ可愛いんだよ。こういう系大好きなんだよ、うん、だから本当に欲しいんだけどさ、もし今回買う人いなかったら買うわ。はい、そんな感じでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ大丈夫かな。大丈夫です。はい、じゃあおさらいで、はい、あの2代目セレクトの方は合言葉はほっぺ、ほっぺ、はい、はい、で合言葉がついて、札付き内が人内サービスとビンゴカードがつきます。はい、はい、でそれから更新時間は21時、メルカリ店と同時になります。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。